サー・アンソニー・ホップキンスは、イギリス出身の俳優、作曲家、画家。羊たちの沈黙で演じた、精神病室のハンニバル・レクター博士の役が高く評価され、この作品でアカデミー主演男優賞を受賞した。その後も続編である、ハンニバル・レッド・ドラゴンで、同じレクター役を演じている。ウェールズ地方、ウェスト・グラモーガン州の港町、ポート・タルボットで生まれる。 パン屋の一人息子だったが、10代の頃から演じることに興味があった。ウェールズの演劇学校で学んだ後、陸軍に入隊。除隊後に再び、ロンドンのロイヤルアカデミー・オブ・ドラマティック・アートで演技を学び、舞台俳優としてキャリアをスタートさせた。舞台で培われた卓越した重厚感、気品と知性あふれる存在感は映画においても遺憾なく発揮され、 1968年に映画初出演となった冬のライオンではピーター・オトゥールやキャサリン・ヘプバーンと共に堂々たる演技を見せ鮮烈なデビューを果たした。1977年にリチャード・アッテンボロー監督の遠すぎた橋で昇降役の一人として出演すると翌年には同監督の作品であるマジックに主役として出演し評価を高める。 1980年には、デイビッド・リンチ監督作品、エレファント・マンにドクター役で出演。1991年に、羊たちの沈黙で演じたハンニバル・レクター博士役の名演技が高く評価され、この作品でアカデミー主演男優賞を受賞した。その後も続編である、ハンニバル・レッド・ドラゴンで同じレクター役を演じている。その後も、 ノーベル文学賞受賞作家のカズオイシグロが書いた小説の映画化である日の名残やオリバー・ストーン監督のニクソン、スティーブン・スピルバーグ監督のアミスタッド等でアカデミー賞にノミネートされ高い評価を獲得し続ける。2006年にはゴールデングローブ賞で生涯功労賞にあたるセシル・ビー・デミル賞を受賞。2019年に二人のローマ教皇で22年ぶりの アカデミー助演団優勝候補となり、翌年にはファーザーで認知症を患った老人を演じ、二度目のアカデミー主演団優勝を受賞し、同部門における最年長受賞者となった。周囲も本人も予想外の出来事であり、受賞式の当日はウェールズに滞在していた。8月の誘惑では監督業にも進出した。演技というものは絵空ごとであって、 その要素はすべてシナリオの中にあるというのが持論で、どのような役であっても特別にリサーチして演じることはないとされる。これは役柄の徹底的なリサーチに基づいたリアリティを追求するロバート・デニーロなどの俳優主体とも言える。演技スタイルと対局にあるともいえ、デニーロ等のアプローチを批判し、馬鹿げているとののしったことでも有名。その持論ゆえ、脚本家の書いた台本のチェック。 暗記は徹底的に行い、そのセリフなどを忠実に再現した上で、撮影の際には極めて自然で役柄本人になりきっているかのような卓越した演技力を発揮する。三度結婚していて、最初の妻との間に娘が一人いる。イギリスから1987年にコマンダーに1993年にはナイトに叙勲されており、 名実ともに現代を代表する名優の一人となった。現在はロサンゼルスに住み、2000年にはアメリカの市民権を得ている。ハンニバルレクターのイメージに反し、アンソニー本人はベジタリアンである。また、アルコールも飲まない。何月何日が何曜日だったかという、日付と曜日を即座に計算できる特技を持つ。ありがとうございます。